体を作ること、生物学的な課題を解決する、可能を可能にする、毒性が低いものが見つかってきて、面白い発想をゼロから1にしていく。金沢大学理工研究域生命理工学系の黒田光介です。私はこれまでにない分子イオン液体を作ることによって生物学的な課題を解決することにチャレンジしています。こういった新しいイオンを作りまして、それを使って新しい化学物質を、この世にはないものを作り出すことによって、これまでできなかったような社会的な課題を解決していきたいというふうに思ってます。例えばちょっと弱っているような卵子の凍結保存効率を上げたいとか、そういったものがあって不妊治療につながってくるですとか、再生医療っていうことを考えるとシートとか、あるいは細胞の塊を打ち込むことになるんですけども、これらがですねかなり凍結保存が難しいということが知られてまして、そういったことをですね一つ一つ解決していくことによって、皆様がいろんな治療を受けられるようになって健康で健やかな社会を作れるようになっていくかなと思っておりますし、一番やりたいのは臓器の凍結保存というところにはなります。もともとこういう分子を作ることがとても好きで、頭の中に描いた分子が頭の中で描いたように動いていくっていうことがとても面白いことだと思っておりまして、そういうものを作っていくうちに毒性が低いものというものが見つかってきまして、そういったものを使うと例えばバイオエタノールを効率的に作れるですとか、今まで溶けなかったような薬を溶解して、人体に、投与できるかもしれないとか、そういったような夢が膨らんできて、そういったところに、チャレンジしていきたいなというふうに思って、いるところです。研究室の魅力いろいろあるにはありますけれども、一つは学生がとても元気だというところかなというふうに思います。もうこちらから何も言わなくて もういろんなことを持ってきて、こんな研究やってみたんですけど、こんなちょっと面白い実験考えてやってみたんですけどどうでしょうかとか、自由に楽しんでいる雰囲気がいいのかなというふうに思います。研究ってやっぱり辛い部分、やっぱり100やったら1うまくいけばいい方とよく言われますけれども、そういったところにめげずに、どん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 先へ先へとポジティブにやっていく姿が非常にいいところかなと思ってます。そしてそういった成果もどん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 学生がきちんと英語で論文を書いて国際的なジャーナルに発表するところまで達することができていて、学生のレベルが高いなというところがうちの研究室の一番いいところかなというふうに思ってます。楽しくないことには何も始まらないんで、極端な話、起きたらやっぱりずっとどっか心の片隅に分子があって動いている、そういう意味のある課題っていうのはたくさんの研究者がやっぱりやっているんですね。そういった中で一番を取らない限り論文にはやっぱりならない。そう思うとやっぱり楽しくないと考えることはできないし、続かないし、やっぱり面白い発想をゼロから1にしていく、こういった発想はやっぱりできないのかな。私の志としては、ゼロを1にするっていうことをやりたいなと常々心がけている部分がありまして、違う言い方をすれば不可能を可能にする、チャレンジして失敗するのは全然問題がなくて、成功するまでやり続けること、これができるのがやっぱり大学の一番の面白いところだと思ってまして、それを体現していくようなことをやっていきたいと思ってます。自分が0から1をやることができたら、いろんな人を巻き込んで1を10に、10を100に、100を1000にすることができると思いますので、そういったところを目指してやっていきたいなというふうに思ってます。